立山町は、かつて、千葉県安房郡に存在した町。立山城の城下町として築かれ、港町として発展した立山を中心とする町で、現在の立山市の中部に位置する。1933年に北条町と合併し、新たに立山北条町が設立されたことにより廃止された。本校では、1889年に、 町村政志向により編成された立山町、1914年に、初代立山町と隣村との新設合併で、成立した立山町、および初代立山町の前市として、近世初期以降の立山とその周辺について扱う。なお、現在の自治体である立山市は、1939年に、 立山北上町など3町が合併し新設されたものである。現在の立山市では、地域を10地区に分けており、二代目立山町の旧町域を立山地区としている。立山地区の東側が初代立山町域、西側が旧豊津つ村域にあたる。初代立山町域は、現代の町名では、立山、上砂浦、下砂浦にあたる。 大和立山は、むね現在の立山駅より、南側の立山城よりにあたる地域である。上砂倉、下砂倉は、大和立山の東、潮入川中流の両岸に広がる地域で、もともとは、農業地区であった。マグラの地名は古く、中世の資料には、未噌として見え、これは、国倉地帯であったことを意味している。江戸時代には、 初代立山町域全体が、新村村という単位でまとめられていた。旧豊津村域にあった大技は、東から沼、宮城、笠名、大賀である。関東大震災後、沼から大賀までの海岸が隆起したのを利用して、埋め立てが行われ、海軍立山飛行場が置かれた。この埋め立て地には、第二次世界大戦後に富士見という大技が、 命名されている。この埋め立てによって、沼地区の沖合にあった高野島や、大賀地区の沖合にあった沖の島が、地続きになった。なお、高野島と沖の島は、大技縦山に属している。里見市の城下町、建設縦山湾南東部は、水深が深く、この海域に多い西風を避けられることから、古くから、停泊地として利用されていた。 戦国時代には安保国を支配した戦国大名里見氏の水軍の拠点として使われたであろうと考えられている。天正八年、里見義しはこの海域を望む独立宮に立山城を築いた。現在は城山という名で呼ばれるこの独立宮には里見氏の築城以前にも城管が叶えられ、 ここから立山という名で呼ばれていたようである。つまり、立山という地名はこの丘の名に由来する。天正19年、里見義安は、里見市の本拠を立山城に移すと、城山の周囲に、家臣の居住地を作るとともに、その北側に、商人、職人を集めて、海に面した城下町を形成した。立山城下町は、 新倉里の内浜方にあった、荒井浦と、楠木君浦に属する土地を一部先、上町、中町、下町の山町に町割りしたのが、始まりと伝承されてきた。実際には、荒井町を中心とする町場が発展して、以後に山町に分けられたと考えられている。慶長6年、里見義康は、城下の新井町の市以外での取引を禁止し、また、 他国商船の新井町以外への寄港を禁じた。これにより、中ば強引な形で城下町への商人の集が行われた。その後、規制の緩和や所税免除の政策が取られ、新井町の西側にあたるくせの木見町や、新井町と北条町の間の長須賀町などが町場として発展した。港町としての発展形状19年に、里見市が開役された後、 これに代わる、大漁主は、現れず、立山の城下町としての発展は止まる。しかし、東京湾の出入り口にあたる立山湾沿岸には、風町の海鮮が停泊し、海上交通の要衝、商業の中心地として発展した。また、江戸への鮮魚やし化の供給地としての役割も担った。立山は、商人、職人や漁師、 運送業者などが自立して運営する、村、町として維持されていくことになり、西の柏崎浦から立山、長須賀、新宿、北条にかけて 4km にわたる町場が連なった。江戸時代の立山は、立山三町4村及び北下大村の8、河村からなり、新倉村という11河村からなる大村の一部であった。天明元年、 稲葉正明が家蔵を受けて大名となり、一万国の商藩として立山藩が立藩する。ただし、藩士の大部分は江戸屋敷に勤務し、藩行政の中心も江戸にあった。二代藩主、稲葉正武は城山の麓に陣屋を構え、藩士の屋敷地も設けられた。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡、21、一ぎ原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、野地倉町、44、健太村、 45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐郡、61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村。 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大大、巨南町町村生、以前1877年、かつての立山八華村にあたる地域が、立山町となった。 1878年には、立山と東京の間に、汽船の運航が開始された。立山の立野安五郎が、東京日本橋の魚問屋の支援を受けて設立した、安全者による事業で、蒸気船、通りかい丸を就航させ、旅客と貨物を輸送した。立山町1889年、町村制が施行されると、立山町、神様蔵村、 下砂倉村を合わせて、立山町が発足した。この結果、江戸時代の新倉村11河村が、再度一つの行政単位となった。役場は上須賀に置かれた。なお、この時西隣には、豊津村が成立し、立山町と町村組合を形成した。また、立山町の北隣には、北条町が成立した。 立山町立山町と西隣の豊津村は1914年に合併し、新たに立山町が発足した。1923年の関東大震災では、立山町では家屋の99%が倒壊、消失する甚大な被害を受けた。海岸も隆起し、立山山橋も一時使用不可能となった。近隣の諸町村でも、 震災の被害は甚大であったが、震災からの復興の過程で観光業の進行が行われることとなる。1930年、関東大震災によって隆起した浅瀬、沖ノ島の間を利用して、海軍の立山飛行場が完成し、立山海軍航空隊が置かれた。以後、立山は、軍都としての要素も備えていく。1933年、 北に隣接し、鉄道駅を構える北条町と合併した。両町を廃止して、新自治体を設立する新設合併であり、新町名は、両社の連名として、立山北条町となった。なお、立山北条町は、発足から6年後の1939年に、谷町と合併して廃止され、現在の立山市が発足する。立山では、商業と、 漁業,業、旧豊四つ村域では、漁業,業と農業が、伝統的な制御であった。1878年、東京、立山間に、安全車の帰船が就航した。その後、船形村の正木帝造が設立した、安房帰船会社など、複数の会社が、東京、立山航路に参入し、激しい価格争奪戦を繰り広げた。 過剰な値下げ競争により安全者も、安防機線会社も、疲弊。安全者は機線を内国通運に売却して解散。安防機線会社も破綻を経て、1887年に、第2回安防機線会社として再建されている。1889年、安防機線会社と、内国通運など、東京湾内で機線を運行する会社4社が事業を、統合し、 東京湾汽船会社が設立された。明治時代、汽船の直行便は5時間で、東京と立山を結んだ。明治から大正にかけて、海水浴が流行するようになり、鏡毛保の観光地化も進んだ。ありがとうございます。